シトラゴンでーす。お久しぶりでございます。有馬記念の予想を、上げていこうかなと思います。久しぶりに来ましたね、この有馬記念。一応ね、去年は確か当てれたような記憶があります。動画を出したかどうかは覚えてないけどね。まあ有馬記念、始まっていくので、本当に、今回はイクイノックスが引退してね、どれが、強いか誰が強いかわからない、そういう状況なんでね、オッズは割れてくると思うんですよ。なのでそこを期待してね、めちゃめちゃ楽しみにして今回も当てたい、そういうところですね。はい。なので、最後まで見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。レディオッ。はい、有馬記念の有利枠なんですけども、2枠、3枠、5枠、要するに内枠ですね。内枠が有利となっています。まあ、最内枠も有利なんですけど、一応この枠が、一番有利だと。去年のイクイノックスも、5枠で、2着のポルトグブーシも、2枠でした。なので、あと、8枠はですね、勝利がありません。それこそ、16番に関しては、16年ぐらい県内来てません。なので本当に、ピンクが新役だと、言われております。そこは、軽視したいなと思っております。なので枠で、選ぶ、軸で選ぶのなら、この2枠3枠5枠、そこがいいのかなと思っております。はい、有利客室は先行馬、基本的に先行馬、5、6番手ですね、から、しっかりと、追い込めるというか、まあ、前々つけて最後、突き放せるような、あとタフな流れで気力勝負、まあ、中山の 2500m っていうのはね、直線が短いなので、後方行きっていうのが届きにくいです。まあ、しかしですね、まあペース次第ではまくりも決まってくるというコースではありますが、まあ、外に回すとちょっと膨らんじゃう、まあ、そういったコース形態をしておりますので、基本的には先行馬有利なのかなというところですね。そういった有利客室というデータがあります。はい、構想決闘はどうですかというところで、有利決闘に関してはスクリーンヒーロー3区、これ確か県外ないんじゃないかな、もしかしたら、去年のポルトグーシュもスクリーンヒーロー3区やったような気がします。あとハーツクライ3区ですね、リスグラッシュとか、あとディープインパクト3区というところで、有利決闘はあります。で、まあ、逆にフリ決闘っていうとキングカメハメハとかね、もうミスプロ系は、ちょっと絡んでないっていうところがありますね。絡んでないというか、あんまり絡んでないんで、絡んだことはあるけど、というデータがありますので、まあ、軸を決めるのであれば、ここの決闘なのかなという感じですね。決闘に関して、まあ、紐でね、入れておくのも、穴馬入れておくのも美味しいのかなと思います。はい、調教も軽く見ていきましょう。1位スルーセブンシーズン、2位ジャスティンパレス、3位ドーデュース、4位タスティエーラ、そして5位スターズオンアースというところで、まあ、基本的にスルーセブンシーズンは、まあ、追い切りのタイムは凄まじかったですね。しまいの足もしっかり使えてますし、まあ、バランスも良かったのかなと思います。まあジャスティンパレスに関しては、まあ、安定ですね。まあ、安定してますね、しっかり。最終追いではやっぱ流し目の調教で、まあ、ドーデュースも、最後ソフトの調教、まあ本当に構想時の調教でしっかり終えてるのかなという印象があります。なので、この5頭を、好調教馬として挙げさせていただきます。はい、有力量ってはこんな感じでございます。まあちょっと、まあ、特徴気になる点といえばですね、ジャパンカップから、来ている馬は、2018年は3着いるんですけども、それ以降、県内来てませんし、勝ち馬も当然いませんと。まあ、あとはですね、菊花賞馬ですね。やっぱり菊花賞馬というか、菊花賞県内に来た馬、菊花賞から来ている馬、そういった馬の構想が目立ちますよという感じですね。
まああとはね、そのエリザベス女王杯組、まあ、今年はちょっとレベルがどうなのかなと、サンサイバーが勝ってましたからね。なので、まあ、サンサイバーは、今までちょっと有馬記念、サンサイヒンバー絡んできてなかった。確かアーモンドアイも飛んだかな確か。なので、まあ基本的に有馬記念っていうのはボバが有利なレース。基本的にはね。というのがありますので、まあちょっとそこを加味して予想は組み立てないなと思いますね。はい。で、まあ、次の、ランでは、高層ローテ、そして、フリーローテまとめてみました。こんな感じです。はい。天皇賞秋組じゃないですかね。イクイノックス、前年の覇者ですね。あとは、2021年の覇者、グフォーリア。そして2020年の覇者、クロノジェネシスというところが、天皇賞秋を、前走使っていたというところでございます。で、2020年、3着のフィエールドもそうだし、で、2019年2着サートゥナーリア。これサートゥナーリア3歳だったんですけど、この時ね、菊花賞使わずに天皇賞秋使ってました。はい。で、2018年2着のレイドオロ。やけんですね、天皇賞秋は、ずっとフィエールド来てるんですよ。天皇賞秋から来た馬。なので、これは天皇賞秋からのローテが一番いいのかなと、僕は去年から思いました。はい。はい。なので、天皇賞秋から狙うっていうのが一番いいのかなと思います。そっか、菊花賞とかもありますけどね。はい。なので、天皇賞秋から、かな今回の軸馬は。はい。そのとこですね。はい、次。はい。注目ローテ菊花賞。菊花賞もこのように、ポルトグブージュ、さっき言ったポルトグブージュ、そして、2019年のワールドプレミアと、2018年1着ブラストワンピース、2016年1着サトノーダイヤモンド、そして2015年3着キタサンブラックというところで、2017年以外は県内に来てますね。ここ最近5年間では。まあ、今年のね、3歳ボバー、レベルが低いって言われてますけど、そうでもないのかなと。まあ、あと、金量もですね、結構有利ですので、56キロやったかな、確か。なので有利だと思うので、まあ、菊花賞ローテもありかな。はい。ちょっと危ないローテ。ジャパンカップなんですよ。ジャパンカップなんで不利かっていうと、中3周なんですよ。疲労が心配ですよね。で、シュバルグランが3着で最高ですが、シュバルグランはね、確か2年連続か3年連続か来てた馬なんですよ。有馬記念に。この舞台で適性高いと見て、参考外にしてもいいのかなと思いました。個人的には。で、今回のジャパンカップは、パンサラッサが爆逃げかまして、で、世界最強はイクイノックスが刺したというところですね。で、まあ、このレースではちょっとね、疲労もあるのかなと。まあ、追っかけてた馬とか疲労があるのかなというところで、まあ、県内に絡まない可能性は 100% とかそういうわけじゃないんですけども、まあ、レース後疲労は必死なのかなと、まあ、素人ながら思いましたので、まあ、なのでね、この、ジャパンカップ組、結構いますけど、今回も。なので、ちょっと、危ないローテなのかなというところで、まあ、軽視したいなと思います。はい、早速3番で行きましょう。タスティエーラですね。今年のダービー馬で菊花賞2着馬。ダービー馬はね、確か来てないんやったかな。あ、結構昔に、有馬記念絡んだことがあるというところですが。まあ、前走3000メートル、個人的に長いと見てたんですけども、予想外にしぶとかったですね、この馬。勝ち馬ドゥレッツァに、しぶとく、食い下がる競馬を見せたかなと。で、父サトノグラウン、これね、タフなババで活躍を見せた馬なんですよ。その地をね、受け継いでいますし、前々でね、しぶとく残してくれるのであればですね、タスティヘラ残せるんじゃないかなと思ってます。鞍上もね、しっかり終えるムーア騎手ですので、まあ本当に期待が大きいですね。ちょっと枠は悪いかなと思うんですけども、ちょっと、枠が悪くて人気落ちるのは狙い目かなと思います。
はい、対抗するセブンシーズ。これね、アニマ出たらね、狙おうと思ってました。凱旋門賞4着馬、そして宝塚記念2着。これね、めちゃくちゃ強かったぞ、宝塚記念が。あのね、池添騎手が位置取り次第でこれ勝てたんじゃねえのっていう、そういったことを言ってたぐらいの馬なんですよ。なのでイクイノックスにね、首差で迫ってるぞ。首差ですよ、首差。首差を2着。本当に、惜しかったんじゃないかなと思います。で、それで馬体重もですね、470キロとか、超強豪馬体重が、なので結構成長してるんですよね。なので本当にこの馬、成長力といっては随一かなと思って、調教もいいし、あとね、枠がめちゃくちゃ悪いです。枠大外じゃねえや、15番なんで、外のちょっと1個内なんですけど、これで人気落ちるんやったらね、狙い目かなと思いますよ。僕全然悲観しないんで、この枠は。で、グランプリ男の池添騎手なんで、これはね、めちゃくちゃ期待します。ルメール騎手やったらね、一番人気だったかなと思うんですけど、池添騎手なんで買わせていただきます。はい、本命ジャスティパレスです。誰か分かったなと思った方もいると思うんですけど、ジャスティンパレスです。まあやっぱりね、めちゃくちゃ強いですよ。今もう一番強いと思います、この馬。天皇賞秋でのあの東京でね、あの末脚を大外一気で使うとは思いもしなかった。本当に相当強くなってると思います。もともとこの馬っていうのは、あのタフなコースが向いてると思います。はい、東京とかいうよりも中山とか阪神とか坂のある坂の急なコース、そこが向いてるかなと思うんですよ。なので、このロンスパ戦では現役最強だと思ってます。なので中山の急坂2回も軽々と克服しちゃうんじゃないかなと思ってますので、まあ、あの中山はね、ホープフルステークスを経験してます。あの時はね、よりより走りながら2着来ましたからね。それでまっすぐ走れたらこの馬相当強いんじゃないかなと僕思ってました。で、今本格化してると思うし、鞍上も横山武史騎手ですね、エフフォーリアでね、動舞台勝ってます。なので、信頼できると思うので、枠もいいし、一番人気並んでほしいね。とりあえずこの馬、熟でいきたいなと思います。はい、まとめ。ジャスティンパレス本命、対抗するセブンシーズ、そして3番でサスティエラ、4番手ドーデュース。これね、叩き3層目でハーツクライ3区ですよ。はい、先ほど高速ケット上げました。で、調教も20丸、安城武豊騎士に戻ります。買いでしょ。はい、で、その他注目はソウルオリエンスですね、北村3区、そして世代最強クラス安城川田騎士、不安なんですけど力で来れるんじゃないかな。で、4番タイトルホルダー、今年こそ悲願、高枠4番引きました。で、12番ウィンバリニン、このコースで構想が多々あるスクリーンヒーロー作です。安城も凱旋門賞ジョッキーです。14番プラダリア、宝塚記念6着、持ち前の先行レースが活かせればね、ペース次第で残れるかもしれません。安城ブルーザーバイフも、ナイス。7番アイアンバローズ、スタミナトップクラスでしょう。穴馬確定ですよ、この馬。ジャスティンパレスの、兄貴です、確か。ジャスティンパレスの兄貴で、兄弟ワンツーしてほしいですね。俺めっちゃ期待してます、この馬。はい、これはね、馬券の購入を推奨するものではないので、ぜひともご参考までによろしくお願いいたします。はい、それでは今回の動画以上であります。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんも有馬記念、しっかり楽しんでください。年末、しっかりと締めて、来年いい年を迎えるように祈っております。ありがとうございました。